筋彫りをしてやれば楽に筋彫りができますんで。筆で乗っけます。はみ出た部分は拭き取りますので、いいですね。あとは透明色のですけれども、まあいいかな、これなら。ほどのマスキングをした後ですね、の結果です。こんな感じですね。白飛びしてるかな、大丈夫かな、まあいいんじゃないでしょうかね。さあ、そう、墨入れを施しておきます。な雰囲気でね、やっていきます。この筆はなんだっけ、コリンスキーの筆ですね。そう、筆かなりちょっと乱暴に扱ってます。コリンスキーなんだ、イタチかな、イタチの毛だと思うんですけどね。悪い筆だとね、先っちょは曲がってくるんですよね。悪い筆って、あんまり良くないやつはね、質が。やっぱりいいやつを選ぶとそれなりに持ちがいいです、長く使えるんですよね。丸いやつはチタンゴールドで塗ってやりましょうか。じゃあ出っ張ってくれてるんで塗り分けは比較的簡単ですね。で、次の塩カラーはフィールドブルー、フィールドブルーですね、を塗っていきます。ちょっとバニアやってみます。大変なのは継ぎ目の部分だけですので、そんなに周辺を一周してやればいいんですよね。
もしはみ出たとしてもまあ修正効きますので、はみちゃいましたね。はみ出ても大丈夫。どうやってあのはみ出たところをどうするんだっていうね、コリンスキーの筆ですね、非常に細いのでしっかりと拭き取ってやると、しっかりとエナメル芯なりつけて何度かなぞってやると。さっきまで塗る方に使っていたのを拭き取りに使うんですよね。というのはまあ、あんまりおすすめできないかもしれないな。ね、でだいぶはみ出ているところがわからなくなったと思うんですよね。感じでいいんじゃないでしょうか。ノズルって感じするよね。はい、ですね、一応ね、あの塗装全部終わったんですね。これは本体で、武器類ですね。まあ、結構苦労しました、ホワイトはやっぱりね、あのなんだっけ、サフレスでやってますんでね、それなりの気を使って塗っています。まああのオリジンのね、ガンダムの色がですね、まあアニメ化はまだされてないので、ガンダムまだ登場してませんよね。出るのかどうかわかんないですけれども、まああの配色はもう適当に自分で勝手にやってしまってますし、まあイメージ的にまあこんな色じゃないかななんて思いながらやってるだけです。はい、じゃあちょっとサービスカット、ピカピカ。ですね、はい、目は光りますよ。光るんだけど、ここにスイッチがあります。あ、それはいいんです。デカールを貼ります。デカールはですね、これ随分昔に買ったやつです、ね、まああの保存してあってですね、まあ、あのなんだっけ、ワイヤーをですねのものを持ってるんですね。で、いまだにあの素組みのままでほったらかしにしてて、いつか塗ってやるぞと、そのために買っておいたものなんですね。で、結局使わないので
と、それからあのキット付属のものシールですので、これを使います。はい、まあ、使う部分はですね、まあ、この、EFSF ですね、地球連邦宇宙軍ですかね、地球連邦政府宇宙軍 EFSF と102ですね、 WB のホワイトベースのマークを入れるかどうかですけど、入るんならやってみようと思います。ということで、古いデカールですから、もしかしたら崩れてくるかもしれないんで、気をつけながら作業していきます。さあ、ということですね、シルバリングとはデカールと模型の間に入った空気が悪さをするというものですね。白くちょっと濁って見えてしまうと、右肩、せっかく持ってるのでちょっと使ってみようと思います。出張ですね、ホワイトベース所属の地球連邦軍の102号機 RX78 ガンダムだよっていう主張ですね。主張、ダメだね、ちょっと引っ掛けちゃったな。あ、もうボロボロ、このデカールもちょっとまずいな。珍しいんですけどね、私デカールまあまあ得意な方なんですけど、おー、でもちょっと画面やる気が出ましたね。なんとかしてやろう。大丈夫っぽいところから水分吸い出してですね、修正できたかしら、よいしょか、強引ですけど。